バイオショックインフィニット、前回のから引き続きやってまいります。オーディオログ、あ、この人ブライアンかな。あ、公演だった。かつてはライアンの言葉に心が打ち震えたものだ。寄生虫がどうの、人間の紅葉がどうのと。もちろん少々退屈な嫌いもあったが、あの男は思想を明確に言葉にする術を心得ていた。この人敵じゃない？あ、起きなさい。インフュージョン。死んだように眠って。拾ってなかった。心配するじゃないの。ごめん。さっき殺してしまったんだ。何あげましょうか。シールドあげます。よし。じゃあ、今回は次に進むために、水を凍らせるプラスミドを手に入れたいと思いますが、今銃をしまっているので攻撃はできないみたいですね。パレットを避けていこう。沈黙。ああ、ダメじゃん、ダメじゃないか。よいしょ。殺される。あ、なんで銃をしまっていたんだ。さっきはしまっていたというか、こう倒していたというか、どういうことなんだろう。チップスを食べる。あ、ちょっと感度上げてしまったので、上げすぎてしまったので下げます。はい、こんな感じかな。よし。全員敵ということでいいのかな。よし、そういうことですね。さて、ここに降りてきたからには何かありそうなんですが、こっちに何かあるかな。あ、オプション見たんですが、オーディオログの字幕はどうやら出せないみたいですね。なので、オーディオログが流れてる間は喋らないようにしたいと思います。敵さんがまた出てきてるような。グレンダー、どっちだろう。開いた。逃げるんだ。先手必勝。よし。あ、ここにいそうですね。見えない。よし。ミスターデュイット。ありがとう。受け取って。ミスターデュイット。これ撃ったら爆発するかな。あ、いいこと知りました。次回から使っていこう。あれ、ここ来たようなロックピック気がしますね。で、こっちっぽいですね。とても迷子です。ちょっと弾薬が心配なので。上を見て。上を見て。はい。あれに引っ掛けて。今回もティアとか出してくれるのかな。ミスターデュイット。はい。ドンパチしてる。お。よいしょ。シューティング下手になってる。よし。何と何が戦っていたのかな。眼帯コーヒー、ホームデリバリーエレベーター。あれはデビルスキスに弱い。あちゃ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 。あれ、デビルスキスってこんなに強力でしたっけ。それとも石油が漏れていただけなのかな。とどめ。よし、ポゼッションとデビルズキスしかない。ブッキングブロンコもこれから覚えられるかな。さて、ハンバーダーシェリー、何屋さんだ。洋服屋さんかな。タレットが多いですね。当たってます。そしてとどめ、全然食らってなかった。
よし、タレットを壊す実績があるみたい。お、オーディオログ公演。やった、その復讐は夜ごと日の一節。あ、音が消えてしまう。接近攻撃の有効距離が3倍になるが、接近攻撃をするたんびにシールドを 20% 消費する。装備しません、取るだけだ、はい、別の新武の策について一声でモーツァルト。そして今批評家たちは私の人たち。どうしちゃったの、正気を失ってるみたいだ。スプライスで幸せなのが最初の一回だけだ。あとは地獄へ真っ逆さまだよ。体中凍ってたり、目が合った瞬間高圧電流で襲ってきたり。同情してるの。スプライスの虜になった連中はこいつらが初めてじゃない。だがアダムを作り出すリトルシスターになりふり構わず群がる姿を見たら、どうしたんだいフランク。同情する気も失せる。日に日に少なくなって。スプライスって問題は頭じゃなくてアダムにあるのさ。なんだ、そしてオーディオログが上書きされてしまう。やっぱり字幕は欲しいですね。もう一度来ますか。シューベルト劇場にクジラの死体が打ち上がった。その復讐は夜ごとひどくなっている。私の戯曲の処女作についてある新聞が掲載した批評の一節だ。別の新聞は私のオペラの処女作について一声でモーツァルトの名曲すべてを書き消す騒音とこき下ろした。そして今批評家たちは私の慈善活動を非難している。私が孤児たちに居場所を用意しなかったら、奴らが代わりにその役目を買って出たとでも言うのか。かつてとある芸術家は言った、全ての批評家は暗殺されるべきだと。その提案に応じたくなる。なんかひねくれてるというか狂ってるというか。ギアを取る。照準器を使用した状態で敵を連続して倒すごとに武器でのダメージが増加。いいですね。これちゃんと表示されるんでしょうか。ダブルキルとかトリプルキルとか。そしたらわかりやすいんですが、さて行きましょう。次に。よいしょ。エアロックを回す。結構回りますね。おお。パビリオン2階。何もないとこですね。こう人が向こうに行くんですが、こっから飛び降りたらダメなのかな。降りられるとは思いませんでした。ダメみたいですね。このレールを伝っていけるみたいですね。後で乗りましょう。ショートしてる。ショートしてる。開ける方法はあるな。ただしショックジョッキが必要。ショックジョッキを知ってるのか。ええ、よく知ってるわ。探してみよう。まだスプライサーに荒らされてない店があるかもしれない。ショックジョッキあれあるんですね。ニューモチューブ。あ、これはレールをたどってたロボットですね。おー、プラスミドを探しましょうか。どうやら氷を凍らせるブラスミドを手に入れる前にいろいろ手に入りそうです。これは人形でしょう。よし、人形です。ん、ブラスミドのトラップは非常に大きな威力を持つ。トラップって長押しでしたよね。婦人服売り場。なんかこう嫌ですね、雰囲気が。バイオショック1を思い出します。俺のあそこ、おー、ズボだよ。スプライサーだわ。
強さは僕と大して変わらない。この顔の傷は近づく傷なんだぞ。気づかれない、なかなか気づかれませんね。これ暗殺とかできるのかな。お、できる。暗殺したら、近くにいるのか。暗殺したらちょっと警戒される。あ、一瞬見られてた気がしたけど気づく。君のために見られてるじゃないか。よし、止まっていれば当てられます。どう調べる。ドルー、3つのロックピックが必要。見つけましょう。ここにはなさそうですが、上に行ってみましょうか。静かだな。このところはちょっと活動休止中で。靴屋さん、もうちゃちゃっと入ってパパパパーンと倒しましょう。よし、この方が早いですね。あのステルスやっても一人倒した時点で気づかれているような気がするので、また次検証してみましょうか。イブポーション、ロックピックないかな。トップの座を維持することは綺麗ですね。負担をかけるもの。さあ箱を調べる。羽を伸ばしましょう。あ、ロックピック。新しい友達にも出会えますよ。ここには行けないみたいですね。フォートフロリックへぜひお願い。ダイヤル、どっかに番号がどこかでわかるんですね。どこだろう。スプライサーシューズ、スプライサーウーマンのため。スプライサーって何でしょうね。何でしたっけね。このお店には番号の手がかりはなさそうです。靴屋さん、さあ次タレット回り込んでいこう。ドーン、当たった。そして近づいてトン、トン、トン、トン。多少なら大丈夫。よし、多少ならシールドが守ってくれます。ロックピックを拾う。さっきのロックピックで入れたところに番号の手がかりが、暗証番号の手がかりがあったりしそうですね。これはレンジ、おしゃれですね。あれ、次どこ行けばいいんだ。間違えた。ラプチャーオンアイスに行け。はい、ここは遠回りだったんですね。その不臭は夜ごとひどくなっている。いつの間にか遠回りしていたみたいですね。私の自宅についてある新聞が掲載した批評の一節だ。上か。別の新聞がそこにもう一つのお店でそこにもう一つのお店でそこにもう一つのお店でエアストライク。当たらない。その役目を買って出たとでも言う。評価は暗殺されるべきだと。よし。全部倒しました。どうやら上だったんですね。ちゃんとこの指示を見た方が良さそう。フォンテインプラスミッツ。プラスミドウリバはあっちみたいね。人役に立つものがある。寄っていきましょう。開けられるか。開けられるか。多分楽勝よ。ここにショックジョッキーがありそうですね。ショックジョッキー。ほらね。はい、ありがとうございます。何は奴らの心が読める。向こうは気づいちゃいねえけどな。おお。あそこにドーンと投げたら。リロードしてなかった。はい、ありがたい。意外に多かったですね。はい、よ
よし、全然弾薬が手に入りませんね。あ、よいしょ。よし、まだいますね、声がしますね。お金が溜まってく。避けられた。よし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 。この重心が赤くなってる時にダメージが上がってるということなんでしょうか。あ、そうみたい。この中にありそうです。3つのロックピックが必要。使っちゃって大丈夫なのかな。食事器はあれみたいですね。使っちゃいましょう。エリザベス、どれ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 。さっきもロックピックを使う扉がありましたよね。お、インフュージョン、これは良かった。どうしよう。これからイブを使ってどんどん使っていきそうなので、イブを増やします。こいつはいい。オーディオログ、この人はファーシェルバイス。今度ばかりはツケを払ってもらうからな。オールドマンウィンターで氷を作れると触れ込んだのはわざとだろう。実際は氷じゃなくてドライアイスじゃないか。カシミールでの今年の祝賀会用に発注した氷の彫刻は1ヶ月後の今もそのまま残ってる。締めて35トンだ。あのホールの使用料誰が払ってると思ってるんだ。全部お前のせいだ。すごい空き瓶が落ちています。どういう、なんかやっぱりオーディオログ聞いてもよくわからないですね。さあ取りましょう、食ジョッキー。あれ、飲むアニメーションはないんですね。ショックジョッキーを使うと水中に立っている敵を感電死させることができる。ライアンはなぜフォンテインの手下をデパートに閉じ込めたのかしら。この試合を収容する場所も必要だったんだ。ついでに競合を潰せて一石二鳥だ。でもアンドリュー・ラインは自由市場での自由競争を推奨しているんでしょう。売り上げを計算しライバルに利益を食われていたと気づけば輝かしい理想もくすむ。いずれにせよフォンテインは死んだ。フォンテイン、でもここにはスプライサーしかいないようなイメージですが、ここに来てからスプライサーになってしまったのかな。殺し屋を収容する場所が必要で、行きましょうか。あれ見える。お、あ、外した外した。大丈夫、反転してアタックで、また登る。よいしょ操作が難しい。ま、前はもっとうまくいってた気がするんですが、よいしょ、よし。あ、そろそろ時間がやってまいりましたので、今回はこの辺で一区切りさせていただきたいと思います。なんだかこう探索していてしていただけで終わってしまいましたね。うん、おー、よいしょ。またゆっくりこの世界をこう模索していきたいと思います。よければ次回も見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。それではお疲れ様です。